昨日の強い風は収まりましたが、日差しはなく一気に冷え込んできました水面上です。予選の2日目となりますスカパー JLC 杯戸田ルーキーシリーズ第2戦、若手のスピードが今日は穏やかな水面コンディションでどのように展開するでしょうか。オープニング予選競争の第1レースを迎えます。対戦メンバーは1号艇福岡伊藤翔太、2号艇静岡川島拓郎、3号艇広島福田圭翔、4号艇山口石川亮、5号艇大阪河野和樹、6号艇埼玉畑田大地、以上6名の対戦です。今回戸田初参戦となります1番の伊藤が1コース、ここは試練の1号艇です。2コースが2番の川島、今回はこちらは戸田2回目の参戦、3番の福田も今回戸田初参戦です。初日アクシデントに終わりました4番石川、4コース角で立て直しなるでしょうか。地元フレッシュルーキーとしては初めてのルーキーシリーズになります6番の畑田が5コース、自己点抱えてという状況、5番の河野が6コースからです。少し弱い追い風になっています。スタートライン上進入はインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。だいぶセンター2、3コースあたりはへこんだスタート、一気に出ていく6番の畑田、抵抗する4番の石川ですが伸び返した1番の伊藤が逃げるも流れてしまった。6番の畑田が真ん中割ってすんなり上がってきました。一気に先頭6番の畑田が突き抜けています。続いて遅れ出しから2番手争いは2番の川島、3番福田が上がってきています。スタートは前提正常でした。並んだ2番手争いは外から、ここは2番の川島が全速ターンで3番の福田を一気にかばしていきます。2番手抜け出しました、2番の川島です。一方3番の福田の内をついては4番の石川が一定審査差を詰めています。その後ろは離れて1番の伊藤は5番手、最後方に5番の河野です。2周の1幕、3番手3番の福田を追って内をつく4番の石川ですが届いていません。バックテレッジでは3、4番手差は3点進ほどに開いてきています。先頭が6番の畑田、リードは4点進、2番手水槽に2番の川島で2周2幕の旋回です。3番手は3番の福田、4番の石川がもう1回内をついてというところ、ここでは少し差が詰まってきました。ホームステレッジでは3、4番手その差が2点進半となりまして、これから最終周回です。3番の福田、3番手、4番手から追いかけて4番の石川、完全に離れての5番手に1番の伊藤です。最後の1幕慎重に回る3番の福田、内をついて4番石川ですがここでも届いていません。それでも差はまだ2点進半ぐらいと変わらず、3番の福田追い詰める4番石川、この2人が3番手争い接戦という展開で最終ターンマーク。6番の畑田先頭、2番手2番の川島、最後は6番の畑田少々流れた、先頭2番手差が詰まった、3、4番手も差が詰まりました。6番、2番の順で合輪、3番、4番の順で合輪、1番、伊藤合輪、5番、河野合輪。再び冷え込みが厳しくなってきました水面上、いよいよ最終日を迎えましたスカパー JLC 杯戸田ルーキーシリーズの第2戦です。昨日は波乱もありました準優勝戦、得点率トップの脱落はありましたが、それでも看板レーサーに初優勝をかけて2人というメンバーも揃いました今日の優勝戦です。最終日の水面上、風は微風のコンディションです。オープニング第1レースの一般戦が始まります。対戦メンバーは1号艇福岡伊藤翔太、2号艇香川谷口智政、3号艇静岡若林義人、4号艇長崎的利翔太、5号艇埼玉松本純平、6
6号艇大阪河野和樹以上の6名です。1コースに1番の伊藤で2日目以来の陰線となります。2コースが2番の谷口、ここまで連日スタートは安定しています。3コース昨日は0台スタート続きました。3番の若林、初勝利かけての2人が123期、4番マトリ4コース角、5番の松本5コース、スタート我慢のレース続きます。6番の河野が6コースです。スタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから5コースまでは比較的揃ったスタートになりました。1周1マーク、逃げ展開1番の伊藤、3番若林のまくりが炸裂、一気にまくり切りました。3番の若林が抜け出します。内をついて上がってきたのが2番の谷口と4番のマトリ、1番の伊藤は現在アウトコースにつける展開で2番手3番手争いの一角というところ。スタートは前提正常でした。2番手争い、内から上がってきた4番のマトリに対して外から1番の伊藤、内から2番の谷口、3人の争いはここで2番の谷口が指していって進歩とリードを取ります。そして4番のマトリに外から1番の伊藤ですが、ここは4番マトリが一定進リードを奪います。内側切り返す体勢で1番の伊藤、2周1マークの旋回。さあ2番手争いやってきた1番の伊藤ですが、これを外を回って4番マトリがかばしました。2番の谷口は差し遅れました。ここで2番手は4番のマトリ、そして3番手争いに内枠の2人です。1番の伊藤、内をついて2番の谷口、しかしここは1番の伊藤がもう1回2番手狙おうという2周2マーク。4番マトリはここでも振り切りました。そして1番伊藤の内をついて2番の谷口、3番手争いもつれています。後ろ5番の松本も差を詰めてきました。先頭3番若林は変わらず独走、2番手大きく抜け出したのは4番のマトリで最後の1マーク。3番手2番の谷口に外から1番の伊藤ですが、さあなんとかかわす1番の伊藤、ややちょっと船が暴れています。それでも1番の伊藤が一定心ほど前に出ました。内から2番の谷口が追走の展開。最終ターン幕の旋回は抑え込んでいく1番の伊藤、ここは3番手らしい先に回る、内をついてというところ。2番の谷口ですがどうか、だいぶ差は詰まりました。3番手らしいです。先頭は3番若林合輪、4番マトリ合輪、1番2番の順で合輪、5番松本合輪、6番河野合輪。6日間シリーズ2日目の玉川前半カード、続いては3レースの予選競争となります。出場選手は1号艇伊藤翔太、2号艇小畑るよし、3号艇佐々木康之、4号艇矢後武史、5号艇宮西正明、6号艇石塚久也です。スタート1分前です。高枠1号艇伊藤翔太です。このままですとデビューから5回目の陰線となりそうですが、ここまで過去は2着、5着、5着、3回の成績になっています。2号艇小畑るよし、今日は1回乗りとなります。初日9レースターゲット9では1マーク2段まくり、2マーク差しと5、10使い分けて1着でした。3号艇佐々木康之です。佐々木ですが昨日の初戦は4着、その昨日のレース後に新しいボートへと変更しています。そして4カードになります。4号艇地元東京矢後武史、初日2レースの参考戦ではかましまくりを決めて見事1着でした。5コース5号艇宮西正明、昨日一走陰線はスタートへこんで叩かれてしまいました。そして大外6コース6号艇石塚久也、初日はダッシュ2走で3着2着、ここ展示抜けた1番時計です。3レースの予選、人気は3番の佐々木から相手候補4番矢後、2番小馬となっていました。1、2、3ダッシュ4、5、6です。スタートを切りました。1
コース、コースアウトを決めていきました伊藤翔太です。2号艇、3号艇も踏み込んで、その後6号艇が一気に伸ばしていって、さあ6号艇大まくりでいきます。1号艇が先に回って、2号艇がくるっと回って小バテるようになっています。さあ突破争いですが、2号艇、1号艇、その外に6号艇、石塚もいます。スタートは正常でした。3艇からもトップ争い、その後ろ水が空いて4号艇、3号艇、5号艇追走です。2マークですが、6号艇切り返し気味ですけれども、2号艇が先に回っていきます。6号艇が内を差して、あとは1号艇ですが、ちょっと1号艇もたついたでしょうか。ここでトップは2号艇小バテルヨシ単独になりまして、注目2番手争い、1コースから天地一番時計の6号艇石塚、外1号艇の伊藤がいます。レースは2周の1マークへ、トップ2号艇小バテルヨシの後ろ、6号艇石塚が2番手旋回、差しを狙っていく1号艇の伊藤翔太となっていますが、伊藤はちょっと3号艇が目に入ったでしょうか。うまく差し込めず外に流れていきました。2周のバック側、上位は2番、6番、1番、その後ろ3号艇佐々木が4番手、あとは4号艇矢後と5号艇の宮西続いています。2周2マーク、2号艇、6号艇回った後、1号艇伊藤が回りますが、少し波でもたついて3号艇、4号艇差しを狙っていきますが、現在は3番手、1号艇伊藤がリードしていますけれども、さあ SG タイトルを持つ3号艇の佐々木や4号艇矢後が必要に追いかけていくというところです。レースは3周1マーク、2号艇小林、6号艇石塚の後ろ、前を絞って1号艇の伊藤が回っていきまして、3号艇の佐々木は差しを狙っていきますが、さあ佐々木の差しですけれども、少し定間詰めたかというところですが、まだ前までは3停止ぐらいあります。残り半周通過、上位2番、6番、1番ですが、内側から怒涛の進撃、3号艇佐々木康幸一旦外に振っていきます。ラスタンマーク、2号艇小林、6号艇石塚の後ろ、1号艇の懐を狙って3号艇佐々木ですけれども、この差しはどうでしょうか。入っていないか微妙なところ。トップは2番の小葉、6番の石塚、3着1番伊藤で降臨、後ろは3番、4番、ラスト5番の順で降臨。以上第3レース予選競争でした。第3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単2番6番2400円、2連複2番6番1480円、3連単2番6番1番1万7350円、3連複1番2番6番3300円。以上でございました。5号艇の河野はこのレースも外へと出ていきました。6日間シリーズ最終日の玉川、今日はここまで7レースまですべて1号艇がイン先前をしていますが、1レースと4レースは中へこみのスリットでまくり出しが決まりまして、残る5つのレースがイン逃げ決着となっております。競争は8レースの一般戦です。まず高枠1号艇伊藤翔太です。前半4レースはスタート遅れて6着、デビューから6回目の陰線となっていきそうで、インコースからの初勝利、玉川初勝利、ダブル取りになるでしょうか。2号艇畑田太一です。フライング1本持ち、2レースと4カド戦は1マーク外前追走で2着に入っています。そして3号艇の坂東満、3レースと2コース戦は1マーク引き波をなぞって滑ってしまいました。結果は6着でした。残り3艇引いていきます。4カド4号艇国分翔太郎、ここも天地一番時計、オープニングレースはまくり出して2着に入っています。5コースが6号艇の矢後武史、昨日のオープニングレース2マーク全速ターンは鮮やかでした。そして大外回り5号艇の河野和樹、フライング1本持ち、明日からフライング休みで今日までは我慢のレースとなります。3対3に分かれています。第8レースの一般戦、人気割れとなっていました。 1,2,3 ダッシュ465です。スタートを切りました。1回
から好スタート1号艇の伊藤翔太、内寄りほど好スタートになっています。まず1号艇逃走体制か、引いてさせていく2号艇、4号艇握りますが届きません。2番出しから3号艇となっています。1号艇が若干膨らんだか、2号艇の旗田が差してきています。スタートは前提正常でした。1号艇2号艇突破争い、それに3号艇坂東まで絡んでいくんでしょうか。その後ろは6番4番5番が追走です。2マークですが、先に行くのは3号艇坂東か、それに対して1号艇が強烈に中を割り込んできます。1号艇の伊藤翔太、ここはうまいハンドルを入れてきました。さらに内を差して2号艇旗田となっています。2周回目、さあ122機同期の両者の対決になりました。インコース2号艇旗田、外1号艇リードしている伊藤です。2号艇と1号艇、さあここは2号艇が突っ張っていくか、外1号艇それでも思い切り握り込んでいった、内側に3号艇坂東を差してきています。さあ2周1マーク全速でいった1号艇の伊藤翔太が一歩リード。ただ内側から伸ばしてくる3号艇坂東、間には2号艇旗田もいて、まだまだもつれる突破争いになっています。2周の2マーク、3号艇坂東が行くか、ここも外をつけて回ろうとする1号艇ですが、少しへさきが浮きました。3号艇坂東がここでトップに立ちました。そして1号艇が大きく流れていきまして、内側差した2号艇の旗田が2番手に浮上、そして先頭まで伺える位置でしょうか。ファイナルラップに入っていきます。ここは前を抑えていた3号艇坂東が先頭、外に出して2号艇旗田、いつの間にか6号艇矢後も上がってきています。3号艇2号艇2号艇旗田の差し込み、さあ3号艇坂東の脇に2号艇旗田の差しが入ってきています。へさきかかるかどうか、3号艇の坂東こらえている、2号艇へさきかけていったんですが、もう一回内からスタッフは外に振っていきました。ラストハンマークです。熾烈なバトルになりましたが、ラストハンマークは3号艇先に回って、ここも差しを狙う2号艇の旗田ですが、さあ仕切ることはできませんでした。上位326でしょうか。まもなくゴールを迎えます。トップ3番の坂東、2番の旗田、6番の矢後ゴールイン、後ろは1番4番、ラスト5番の順でゴールイン。以上第8レース一般戦でした。第8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単3番2番3010円、2連複2番3番1280円、3連単3番2番6番6080円、3連複2番3番6番540円。以上でございました。スタート展示では各選手に動きがあり、並びが142、ダッシュが635の3対3と分かれていました。ボートレース三国シリーズ最終日の競争、続いてのカードは前半最後のレースです。第6レース一般戦です。対戦メンバーは1号艇伊藤翔太、2号艇平見正彦、3号艇梅木啓太、4号艇村岡健人、5号艇山崎小羽根、6号艇宮地秀樹、以上のメンバーです。インコースに構えていくのは1号艇伊藤翔太、隣2コースには定番通り2号艇平見正彦が向かいます。平見は昨日の準優進出メンバーです。3号艇梅木啓太、3コース前半レースは接戦の3着争いを制しています。本番では定番通り4コースに4号艇村岡健人、準優勝戦は惜しくも3着でしたが、ここまでオール3連帯を守っています。5コース6号艇宮地秀樹、6コース5号艇山崎小羽根、本番では5コースと6コースが定番入れ替わっての3対3と分かれました。このレースは4号艇村岡健人人気の中心です。進入インから
1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。4号艇村岡、6号艇の宮地、好スタートを切っています。逃げ体制はインから1号艇の伊藤、まくる3号艇梅木、内からは2号艇平見、間をつくのは4号艇村岡です。まくった3号艇の梅木か、内は2号艇の平見、この2艇のトップ争いも3号艇梅木が一定心優勢。単独3番手4号艇村岡、後方1号艇伊藤、6号艇宮地、5号艇山崎最後方、スタート正常です。一周にマーク、3号艇の梅木が旋回、2号艇の平見に外に切っていった4号艇村岡、内からは1号艇の伊藤が続いていきます。2番手は2号艇の平見が取り切って、3番手争いは外4号艇村岡優勢も、内から迫ってくる1号艇伊藤、3艇審査6号艇宮地5番手、2周1マークに向かいます。3号艇梅木、2号艇平見先頭2番手、3番手は内から1号艇伊藤が先前、差し返す4号艇村岡、3番手は4号艇の村岡取り切って上位体系3対4、今度は先頭と2番手の定冠が2艇審と詰まってきました。後方離れて1号艇伊藤、6号艇宮地5番手、5号艇山崎最後方です。先頭3号艇梅木、リードは2艇審、内から差を詰める2号艇の平見でホームストレッチ、先頭3号艇梅木、リードはまだ2艇審守っています。2番手に2号艇の平見、3番手は離れて4号艇村岡、上位体系3負4の体制で最終周回に入ります。3号艇梅木啓太が先頭、最終周回の1マークを旋回、再び内から差を詰める2号艇の平見ですが、その差は3艇身4艇身と再び広がるか。3号艇梅木、単独3番手は4号艇村岡、体系変わりなく3負4で最終ターンマークです。3番2番4番ですと3連単は57倍です。最終ターンマーク、3号艇梅木啓太が先頭、2番手惜しくも2号艇平見、3番手は4号艇村岡健太で、3番2番4番体勢変わりなく第6レースゴールです。先頭3番梅木が5輪、2番手2番平見が5輪、3番手は4番村岡5輪、1番伊藤、6番宮地、ラスト5番山崎5輪です。第6レースの確定をお知らせいたします。1着3番、2着2番、3着4番、以上でございました。4号艇の今村がスタート展示同様素早く動いてきました。そしてすでにへさきはスタートライン方向です。ボートレース宮島第2回同心スポーツ杯開催2日目の攻防は第3レースの予選競争、対戦メンバーは1号艇伊藤翔太、2号艇宮崎進、3号艇渡辺俊介、4号艇今村信孝、5号艇高橋慎吾、6号艇杉山勝正、以上の6名です。インは4号艇今村信孝、初戦は競り勝って2着の滑り出し、人気の中心今村がインコースにどっかりと座っています。そして間隔取った2コースで折り合うのが1号艇伊藤翔太、3コースを伺っては2号艇宮崎進、初日の1走は6コースから指して1着、3連単は5万円台を提供しました。残る3艇が引いていきます。角は3号艇渡辺俊介、コーモーターを手に初日は3着1着方眼神、スタートも決めていました。5コース5号艇高橋慎吾、6コースからが6号艇です、杉山勝正です。深印の4号艇今村人気の中心、第3レース内側から4番1番2番3番5番6番です。スタートしました。2コースからトップスタートが1号艇伊藤翔太、石土マークに確定向かっていく、3伸びていく4号艇が先前します、まくってきた2号艇5号艇小回り、1号艇は後席乗っかって3号艇ともつれ合ってバック側に入ったところでは2号艇宮崎と4号艇今村、この両者トップ争い並んで、その後ろは水が空いて6番5番1番3番が追走、スタートは正常でした。2マーク4号艇今村がコーナー先取っていく、懐を狙ってきた2号艇ですが6号艇が少し壁になって差し遅れ、4号艇今村がトップに立ちました。リード4艇身広げて2番手惜しくも2号艇宮崎です。
定間少し空いたところ、3番手は5号艇の高橋慎吾優勢もアウトから6号艇杉山が追ってきます。これから2周の1マークの3着争い、5号艇が6号艇を牽制して回っていき、3番手は5号艇の高橋慎吾、リードは今2停止ぐらい、上位の体型は4番2番5番です。先頭から2番手、2番手から3番手、4停進、5停進と定間空いてきました。これから2周の2マーク、トップは4号艇今村信孝、2番手は2号艇宮崎進む、その後ろ5号艇6号艇は少し後席に足をがかかってきまして、5号艇高橋リードを少し広げて、体型は4番2番5番、レースは最終周回です。さあ本番もインを奪ってスタートは若干へこみましたが、1マークに行くまでに伸び返して先前、そして2番の宮崎とのトップ争いを制しました。先頭は4号艇今村信孝、上位の体型は4番2番5番です。このまま4番2番5番で決まりますと3連単は 12.8 倍ですが、差を縮めてくる4番手は6号艇杉山、これからラストターンマーク、トップ4号艇今村、2番手は2号艇宮崎、そして5号艇の後ろから6号艇接近も及ばず、体型は4番2番5番です。まもなくゴール、第3レース先頭4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、1番ゴールイン、ラストで3番ゴールイン。第3レースの確定は1着4番、2着2番、3着5番、以上でございました。